タルボット軍はアメリカ合衆国メリーランド州の東海岸部中央に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は37,782人であり、2000年の33,812人から11.7%増加した。軍庁所在地はイーストン町であり、同軍で人口最大の町でもある。軍名はイギリスアイルランド系の政治家。 ロバート・タルボットの妻、レディ・グレース・タルボットにちなんで名付けられた。レディ・タルボットは、メリーランド植民地領主、第2代ボルチモア・ダンシャク・セシリウス・カルバートの姉妹だった。タルボット軍の北は、クイーン・アンズ軍、東は、キャロライン軍、南はドーチェスター軍、西は、チェサピーク湾に接している。タルボット軍の設立年は不明である。 1661年2月12日には、保安官に令状が発行されていたので、この日までに存在していた。1667年、軍政委員会最初の会合が、ヨークの町近く、スキプトンクリークソいのウィドウ,ウィンクルスと呼ばれた家屋で、開催された。ヨークの町は一旦無人となり、1709年に、ピットの橋近く、アームストロングズ・オールドフィールドに、 新しい軍庁舎が建てられることになった。この新庁舎はクイーン・アンズ軍が認可を得てタルボット軍から分離するとヨークの町が軍内であまりに北にありすぎるという事実に基づいて決められた。ピットの橋はクエーカー集会所のすぐ北にあったが、最も重要なことはインディアン道に面しているということだった。 アメリカ独立戦争後の1786年、アナポリスの衆議会の方で、タルボットタウンと呼ぶことになる、タルボット軍の町を建設するために地域を測量し、現存する庁舎周りに区画割りを行って118の区画を作り、道路を指定するために、ジョン・ニードルズを指名した。タルボットタウンは、軍庁所在地としてインストンと呼ばれるようになった。 別の方が1789年に成立し、古い庁舎の場所に大きな庁舎を建設することとされた。この庁舎は1794年に完工し、現在の庁舎の内側にその一部が残っている。ジョージ・ワシントン将軍の副官だった天狗、ティルマン・中佐が1744年12月25日に軍内4-3で生まれた。 ティルマンは1786年4月18日に死亡し、オックスフォードに葬られた。墓所の石踏みには次のように記されている。アメリカ合衆国建国の父であるジョン・ディキンソンはトラップで生まれた。奴隷制度廃止運動家、フレデリック・ダグラスは、タッカホー近くで奴隷として生まれた。ダグラスの長蔵がタルボット軍庁舎前に立っている。 メリーランド州東海岸部で最初に建てられた病院は昔のメアリーのディライト農園、アブソロム、トンプソン博士の農園のマクダニエル近くにあった。タルボット群には多くのアメリカ合衆国国家歴史登録財がある。サードヘイブン集会所1682年頃、新サードヘイブン集会職エーカーのサードヘイブン集会所は1682年に建設された。 1649年、イングランド王のチャールズ一世が処刑された後、王党派のバージニア総督バークレーがメリーランド寛容法を成立させた。クエーカー教徒はその信仰ゆえにバージニアから追い出された。バージニアから逃げてきた者たちはメリーランド植民地領主ボルチモア教から開拓者として迎え入れられた。クエーカー教徒が入植した土地は、 トレッド・エーボン川の近く、現在のイーストンの町に、ジョン・エドモンドソンが与えたものだった。その集会所は、高台の森の中3エーカーの土地に建っており、インディアン道に沿っている。クエーカーの神父ジョージ・フォックスがそこを何度も訪れた。フォックスが死んだ時、サード・ヘイブン集会所は、フォックスの収集品を収めた、図書館と共に残された。クエーカーは、 この集会所が国内でも最古の木組宗教集会用建物だと主張している。ウィリアム・ペンが行った説教にボルチモア教が同席したとされている。1794年、胸着の片方にたるきが伸ばされ、建物内部の空間が広がった。ただし外観は傾いているように見える。1879年、新しくレンガ造りの集会所が建設され、 今日も使われている。1階が集会所、2階が日曜学校に使われている。セント・ジョセフ・ローマ・カトリック教会は東海岸部で最古のローマ・カトリック教会と認められている。イエズス・カイジョセフ・モー・スリーが1765年にコルドバのイーストン北の農場にこの教会を設立した。タルボット群では二番目のローマ・カトリック教会だった。 ドンカスターにある礼拝堂が最初だった。この教会は1845年に増築され、1903年には現在祭壇があるところにクローバー型の工人が追加された。前面から見ると増築された工人が左端にある。モースリー神父や他の聖職者の遺骸が教会の床下に収められている。セントジョセフローマカトリック教会では毎年8月台 一水曜日に、馬上やジアイが開催されている。イーストンのボブコノリーは、この行事は、過去142年間、セントジョセフ協会で開かれてきた。唯一開催できなかったのは1918年で、あり、騎手の多くが第一次世界大戦に出征した、ためだった。と記している。コルドバ住人のルイス・プラグは40年間、この試合に出続けた。プラッグは、 馬のトレーラーを持っていなかったので、農場のトラックに馬を乗せて行ったと回想していた。馬場やリジアは、メリーランド州の公認スポーツになっている。セントジョセフ教会では、現在も毎週礼拝が行われている。ロングウッズ校舎前面ロングウッズ校舎背面、ロングウッズ校舎側面ロングウッズ校舎、すなわちリトルレッド校舎は、イーストンのすぐ北、ロングウッズ道路沿いに立っている。 東部海岸に残っているものでは数少ない一室のみの校舎の一つである。1865年に開校され、平均的な生徒数は約30人だった。1967年に最後の授業を行った。外に二つのトイレ小屋があり、一つは男子用、一つは女子用でフェンスで隔てられている。ヘレン・コリンズは小学校として リトルレッド校舎に通ったことを覚えていると語っていた。さらに、リトルレッド校舎に歩いて通い、放課後は、クラスメイトと共に、道路向かいの店に行って、ポップを買ったとも語っていた。ロングーツ校舎左前九1936年には、電気が引かれ、屋内トイレが1957年に追加された。タルボット歴史協会がこの校舎を、最初の形に改修しようとしたときに、 電気と現代的トイレを取り去り、建物背面に小屋を追加した。ポープリー島、後のポプラ島は、タルボット群で最初期に名前が与えられ、地図に載せられた島の一つである。ウィリアム・クレーボーン船長が、リチャード・ポープリー注意にちなんで透明をつけた。ここは、クレーボーンが1632年に最初に入植した島だった。 1634年には初の畑ができ、1635年にはクレーボーンがいとこのリチャード・トンプソンに全島の所有権を与えた。1637年夏、トンプソンが遠征で島を離れている間にナンティコーク族インディアンがトンプソン家の家族全員と労働者を虐殺した。1700年代に東名はポープリーからポープルズ、さらにポプラに変わった。 トンプソンはバージニアに戻り、二度と島に帰らなかった。すべてのものがリチャード・ポープリー中尉が誰であるか、またポプラ島の名前を忘れた。1654年、トマス・ホーキンスがポプラ島を購入し、その半分をティルマン島の設立者、セス・ホスターに売却した。現在のポプラ島には船で飲み行くことができ、アメリカ陸軍工兵司令部が再建中である。 ホワイト・マーシュ教会背面ホワイト・マーシュ教会背面1691年、イギリス王・ウィリアム3世とメアリー2世が、メリーランド植民地初代総督に、ライオネル・コプリー教を指名し、植民地人はもっと宗教を心厚くする必要があると説いた。1692年の構成法で、タルボット軍を3つの教区に分け、イングランド国教会を信仰するものとした。 ホワイトマーシュ協会はその一つである。この協会の場所はハンブルトンと決められ、この判断は当時の交易の作法に基づいていた。その場所はオックスフォードとドーバーの港の間にあった。現在ドーバー橋がかかっているところに近く、チョップタンク川沿いの小さな町だった。 最初の教会は1662年から1665年の間に建てられたと考えられているが、最初に教会について文書に出てくるのは1690年のことである。ただし、タルボット群庁舎にある記録では、1687年にホワイトマーシュ教会に続く道路を修理したことが記されている。1751年、この教会が修理され、 教会員が増えていたために大きさが2倍にされた。トマス・ビーコンボクシが教会員の増えた要因だった。ビーコンボクシはビーコン法の著者だった。1795年、ビーコンボクシが去ると教会員も減少し、礼拝はホワイトマーシュとイーストンで交互に行われた。ホワイトマーシュでの礼拝が行われなくなり、教会は放棄された。この教会で使われた。 当初の物品のうちいくらかがトラップのセントポール教会に収められている。聖書、生体配慮の道具、木製の献金箱である。1896年の火事で教会が焼け、レンガ作りの壁のみが残った。これは現在もあり、トラップとイーストンの間、アメリカ国道50号線から見ることができる。初代牧師のダニエル・メーナディアとその妻が、 教会の床に葬られている。ロバート・モリス・シニアも教会のすぐ外に埋葬されている。これら3人を示す墓標がある。タルボット軍が軍として何時始まったかは不明である。軍政委員会は1983年4月19日に、その誕生日を1662年4月25日だと宣言した。タルボット軍は1973年に、 チャーター形式の軍政府を認められた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は476.77平方マイルであり、このうち陸地269.14平方マイル、水域は207.64平方マイル。チョップ体育川は、ヨーロッパ人が入ってくる前にその両岸に住んでいた、アルゴンキン語族インディアンから、その名前が取られた。 彼らは体格の良い民族だった。ボルチモア市自然科学アカデミーがケンブリッジでこの部族の骨格を持っており、その身長は7フィート近くあり、異常な大きさである。マイルズ川は当初の名前であるセントマイケルズ川が短縮されたものである。植民地時代にボルチモア教から払い下げられた土地すべては小さく分けられた借地の形態を取り、領主が保存し、 毎年の聖ミカエルと前天使の祭りであるミカエルマスに捧げられた。ローマカトリック教会とイングランド国教会の暦では9月29日とされている。聖ミカエルはメリーランド植民地の守護聖人とみなされ、川の名前に残されている。タルボット軍初期開拓者の中には大勢のクエーカー教徒がいた。彼らは聖人に敬意を払わなかったので、 セントという言葉を外し、マイケルズ川と呼んだ。それが次第にマイルズ川と呼ばれるようになった。タルボット軍ができて6年後の1667年には、すでにメリーランド植民地議会の書類に、これら側の名前が記されている。メリーランド植民地内全軍の総司令官、第3代ボルチモア・ダンシャク・チャールズ・カルバートが発した指示書では、ジョージ・リチャードを、 タルボット軍のチョップタンク川とセントマイルズ川から10人の寄兵隊長として敵インディアンに対していかなる遠征も蒸気川沿いに行うことなどが記されていた。同時に同様な指示書がチョップタンク川とセントマイルズ川の不評隊長ホップキン・デービスにも発行されていた。タルボット軍の北側軍境となるワイカワはタルボット軍ができる前にその南岸の広大な土地を 所有していたウェールズからの移民エドワード・ロイドが命名した。ロイドは、故郷ウェールズのある山に近いセバーン川の水源近くにあり、湾曲していることで著名なワイ川から名付けた。その家さんもワイハウスと名付けており、ロイド家は9代続いた。トレッドエイボン川は、サード・ヘイブンが生まった名称であり、サード・ヘイブン集会所が1682年にその、 水源に建てられていた。サードヘイブンはスレッドヘイブンの名である可能性があり、現在のオックスフォードに作られた最初の港の名前だった。イングランドにある13のイーストンの中で最も重要なのはロワー・ーエイボン川の水源から約1マイルにあるイーストンである。タルボット軍の軍庁所在地イーストンはトレト・エイボン川の水源から1マイルにあり、 アメリカ独立戦争後の1788年にタルボットコートハウスからイングランドの町名を取ってイーストンに改名した。植民地時代、多くの商船がオックスフォードとイーストンの町に近いブリストルの間を往復した。タルボット軍初期開拓者の多くもこの地域から来ていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。タルボット軍内には メリーランド州法の町が5つある。イーストン郡庁所在地オックスフォードクイーン案ン1953年法人化一部はクイーンアンズ郡セントマイルズトラップ未編入領域も町と考えられるが政府はない。アメリカ合衆国国政調査局、アメリカ合衆国郵便公社、地元商工会議所など様々な組織がその町を定義している。 法人化はされていないので、その境会が定義されていない。アメリカ合衆国国勢調査局は、以下の国勢調査指定地域を登録している。コルドバ・キルマン・アイランド・ボーズマン、クレアボンフェアバンクス・マクダニエル・ニービット、ニューカム・ロイヤル・オークシャー・ウート・ウィット・マン・ウィンディヒル、バイミルズ軍内の公立学校は、タルボット軍公共教育学区が管轄している。軍内で発行される新聞は、 ザスターデモクラットである。ありがとうございます。